開幕カードの借りは返した。中日細川誠也の決勝タイムリー。この回一挙3点で逆転ファン、やっぱり細川様しか勝たんとは一体どのようなことだろうか。地方は必ずつ。中日が8回に一挙3点を奪い逆転に成功した。先頭の大島洋平が二塁打でチャンスメイクすると、石から田中美希也が外野の前にうまく運ぶ敵地打を放つ。その後さらにチャンスが広がり、西に三塁に打者細川の場面でヤクルトにバッテリーミスがあり同点に追いつく。なおも三塁にランナーを置いた状態で細川がセンター前に弾き返す勝ち越しの敵地打。ヤクルトのセットアッパー清野を完全に攻略した。攻略できそうで崩せない石川投手を相手に安定のゼロ更新していたが、同じく無失点コートをしていた小笠原が7回に勝ち越しを許す展開と、このパターンは去年までなら負け試合です。しかし8回におそらく向こうも任せられる中継ぎがいないために、今シーズン不調の清水が登板。その隙を逃さずに相手のエラーにも助けられて一挙に逆転。やはり強いチームは逆転勝ちできるチームなんですよね。今シーズンのドラゴンズは本当に見ていて楽しい。ただ一つ心配なのは周平の怪我でしょう。おそらく離脱ということになりそう。このピンチをチーム一丸で乗り越えて何とか首位争いを続けてください。周平の怪我は痛いが、代役カリステがいて助かった。無理せずに福永と入れ替えでもいいのかと、ついでにロドリゲスも橋本はビハインドつばくらせんもん状態にも見えたが、もう少し実績さえ出せば勝ちパでも通用しそうですね。小笠原が球数はかさんで2失点しつつも、石川が早々に降りた本当はここで点を取るべきだな。ところで数に不安のあるつばくらの担ぎを出させまくって勝ったのは、明日以降にもつながるかと。あとはもう少し打線がつながれば完投で中継ぎ休みにもできそうですがね。まあ何はともあれ悪い流れが切れたのでよし。先制逃げ切りパターンだけでなく、相手の中継ぎを崩しての逆転勝ち。小笠原は2点は取られたけど、ナイスピッチングだった。橋本もビハインドからしっかりゼロに抑えた。また使ってもらえるよ。今季は強いチームの勝ち方ができてる。周平の怪我も心配だが、この調子を維持していってくれ。前半に再三のチャンスをものにできず、危うく石川に白星献上かと思いました。小笠原はまっすぐが遅く感じましたし、変化球が多めで後半に狙われましたね。さすがに今日は負けたと思いました。田中美希や細川がよく打ちましたが、今年はこういう試合が多いですね。気になるのは周平が故障したこと。時間がかかるようで辻元を上げるようです。 OP 戦は結構頑張っていたのでチャンスを与えられるようです。石川高谷はまだダメですか。とりあえず今日は勝ててよかった。ヤクルトにかまされてては上位に入れないです。神宮では一つも勝てなかったので明日も勝ってほしいです。しかし投手陣が本当に安定してるな。ドラゴンズは2点以上取られたの最近ないよな。打線が3点取れれば最終回はライデルっていい鉄壁が控えてるから負けない。なんとか3点取れってなるのもいいよね。押してるのに三振ゲッツーとか、まずい攻めで今日は負けかな。おめがと思って食後のアイスを食いながら見てたら、まさかの大逆転。小田時代に上がった2人もよく打ったけど、権藤さんが普通打てないようなところを完璧に捉えてヒットにしてる技術のある大島。上林の打撃を褒めてた。選手も自力がついてきたかな。守備で貢献してたまに固め打ちして紛れもなく現在の快進撃の立役者の一人の周平が下がって、さらに負けて連勝からの連敗かと思ったら、勝っちゃった阪神戦でお荷物だった大島ら上林が打ったポジションは違うが、欠員出ても新たなヒーロー出るって強いチームなのかも。今日抜擢のカリステも結果出した。今日は完全に負ける流れだと思ったけど、よく勝ったね。この展開をものにできると強いですね。あとは周平が軽傷であることを祈るばかりです。2対0からまさかひっくり返せるかと思わなかった。いつも中日ならこのまま反撃できずに終戦だったが、3点取ってひっくり返すとは、一死三塁から田中美希也の2セーフライとか凡打ではなくヒットで1点取ったのも大きかったし、上林もよく続いた。そして同点に追いついてからの細川よ。やっぱりあそこが同点止まりではなく逆転できたのが本当に勝負強いチームになったなと感じるね。中田頼みの点は取り方じゃなかったのも大きい。あとは橋本、はいまたぎでもきっちり抑えてくれた。カジカも休ませられたし、これも大きいよ。周平の状態は心配だが、打撃面ではカリステが良い感じだし、大事でないことを願いたい。今日の勝ちは本当に大きいな。また勢いつくよ。明日も絶対勝とう。周平の負傷交代もあり、チャンスに点が入らず嫌な流れで敗色濃厚。ここで負けたら去年までのドベゴンズ復活だなと思っていた。ところが相手のミスにもつけ込んで鮮やかな逆転勝利。今日勝ったのは大きいぞ。
ところで周平の負傷は非常に痛いが、ルッキーズ地元を昇格させるとのことなのでまた楽しみが増えた。ロドリゲスもそうだが、正直まだ荒削りの選手でもまず一軍を経験させるというのはありだと思う。育てながら勝つのは難しいが、今年は選手層も厚くなってきているし、強いも運もあるのでどんどんやってもらいたい。今年の中日は違うと言われるところはこういうところなんだよな。去年までなら普通に完封負けで終わってるパターンだが、今年は終盤までビハインドで迎えても何か起こしてくれるんじゃないかという気がしてならない。そしてその期待に応えてくれる打線が頼もしくさえある。大きな連勝の後の負けでもし連敗してたらムード的に嫌な感じだったが、今日の勝ちは本当に大きいと思う。ただ周平の負傷の状態が気がかり、なんとか軽傷で済むことを願うしかない。7回まではチャンス作っても打てずもどかしい試合だったけど、8回は目の覚めるような逆転劇。代打大島も機能したし、田中は相変わらず勝負強い。上林も良いところで久々のヒットを打ってくれた。そして何より味方が決めきれず嫌な雰囲気だったところで、相手のミスを見逃さず仕留めた細川、最高だ。攻略できそうで崩せない石川投手を相手に安定のゼロ更新していたが、同じく無失点コントをしていた小笠原が7回に勝ち越しを許す展開と、このパターンは去年までなら負け試合です。しかし8回におそらく向こうも任せられる中継ぎがいないために今シーズン不調の清水が登板。その隙を逃さずに相手のエラーにも助けられていくに逆転。やはり強いチームは逆転勝ちできるチームなんですよね。今シーズンのドラゴンズは本当に見ていて楽しい。ただ一つ心配なのは周平の怪我でしょう。おそらく離脱ということになりそう。このピンチをチーム一丸で乗り越えて何とか首位争いを続けてください。去年までなら完全な負け試合、今年はこれがある。本当なら先制して有利に試合を進めてほしかったけど、勝つことが大事。これで勝ち越し3連勝が見えてきた。巨人が調子が良いだけに首位争いに熾烈。周平の離脱が長引きそうで怖いけど、福永もいるしカリステもいる。どんどん勝っていってほしい。好機を作りながら序盤の石川投手への接骨続きと先制点を与えてしまった展開は弱いチームにある見慣れた滑稽で、今日はダメかと思った。しかし先週の阪神戦で見せた逆転劇を今日も見ることができた。明日も勝って、ぜひとも神宮での開幕戦の借りを返そう。最悪の流れの中、見事な逆転勝利。代打の先頭に大島チャンスに弱いんで、これがいよいよ上林も試合前の立浪、和田亮奈の指導が効いたかな。田中細川はお見事。大将がダメでもこれができるようになればもっと勝てる。影の MVP は橋本や又瀬、しかも右でも変えない起用は本当に良かった。周平が残念なことになりクッキー悪かったが、本当勝てて良かった。ヤクルトに開幕8回の悪夢を同じ8回にやり返せて良かったよ。上林は移籍後初めての活躍ではないか。今季ずっとシングルヒットだけで低打率でスタメンも外れたし、野球人生が終わりかかっていた。たまたま高橋周平が足を痛めて途中から出たゲーム、二塁打で大きくチャンスを広げて細川の決勝タイムリーでホームを踏んだ。細川ももちろん良いのだけど、大島と上林が良い活躍。上林ここのところの結果はいまいちだったけど、当たりや内容が悪かったわけでもなく、いいところで今日のようなヒットが出たらまた上向くと思う。ヒーローインタビューの田中、細川に異論を唱える気はないけど、大島と上林が良かったな。そして周平が心配だ。軽傷で頼む。いや、マジで全盛期のような勝ち方。田中美希や細川よ、食った。あの状況から準備して三者凡退に抑えるライデル、マルティネスさんもすごい。高橋周平の心配はあるが、チーム力が高いぞ。今年のドラゴンズは恐ろしいほど強い。去年までなら8回で0対2だったらもう完全に負け試合だった。今年は中田翔が倒れても細川が倒れても上林がいる。秋にどこまで行っているか楽しみすぎるね。逆転のドラゴンズボイボイス。8回裏逆転からの9回表ライマル登場即終了の流れ好き。相手にとっては相当嫌な負け方。シュイッシュ。このままいけば今年はそんな大連敗なんてなく大崩れはしないんじゃないかなと期待できそう。ホーム勝率圧倒的にしよう。ナイスゲーム。勝てば大きい一勝。負ければ痛いいっぱいだったけど、中日が持っていった試合になった。去年一昨年では絶対相手に持っていかれる試合だったからまさかの嬉しい一勝だ。絶好の場面での中田でニアタになり、悪い流れになりそうなところでの相手のワイルドピッチでの同点は美味しかったの笑い。初回からチャンスを潰して重たいクッキーの中で先に2点取られて終わったって思ったけど、8回は大島のツーベースから始まり、田中タイムリー、上林がつないで、ワイルドピッチ、細川の勝ち越しタイムリーと4逆転してくれたような。苦しい展開だっただけに嬉しさが倍増したわ。ドラフォー、周平は抹消みたいで地元が上がってくるみたいよね。最短の10日で戻ってきてほしいな。
周平がいないサードは不安やけど、出る選手でカバーしてほしいな。去年までなら明らかに諦めムードが漂うところだけど、今年はそれが一切ない。点取られてもみんなが自信に満ち溢れて余裕があるよね。周平の怪我は痛いけど、早く戻ってきてほしい。明日バンテリン行くから連勝お願いします。